哎呀，这区感觉什么东西都有，炖蟹沙龙，哎，海龙，哇！与猎人共斗，这什么东西？累积到3的话，可以发动狩猎技能。哎，等一下，他是纯猎人哎，他没有，他没东西骑哎，靠背。哦，是这个意思哦。手こずっているっていうのは、ここに現れるモンスターのことだ。以前はこの荒野に出現することはなかったんだが、最近になって時折現れては暴れているらしい。らしい？らしいってどういうことなんだ？俺が見たわけじゃないからな。いつ現れるかはわからないから、気長に待つしかない。お、こんなところにキノコがあるぞ。何のんきなこと言ってるんだよ。レウスに何かあったらどうするんだよ。そんなこと言われてもな。早くそのモンスターを追い払ってライダーさんの実力をリリアに知ってもらわないと。落ち着けって。そんなすぐにモンスターに挑んじゃダメだろ。挑む前にモンスターのことを知る、それがハンターの基本だ。ライダーさんがハンターの基本を知ったってさ。分かってねえな。分かってないってなんだよ。分かろうとしてないのはハンターの方じゃないか。結局ライダーとハンターは仲良くなんてなれないんだな。ほら、キノコでも見て落ち着けよ。そうカッカするなって。するぞ。リリアまで俺たちを信じてくれないなんて。初死体はハンターとライダー、どちらの立場にも立てないからな。でもお嬢は昔と何も変わっちゃいないよ。そうは思えないけどな。あそこのキノコさ。もうキノコキノコってしつこいぞ。見てみろ、なんでこんなところにいっぱい生えてるんだろうな。うん、養分很多。モンスターと関係あるのかよ。ん？で、本当にいっぱいだ。ん？キノコが生えてる場所にはモンスターがいるとかなんとか聞いたことがあるような。いいところに気がついたな。俺たちハンターはどこに何が生えているかを知り、それをもとに。そうだ、モンスターがいる場所には何かしらヒントがあるんだ。周りを調べたらモンスターの居場所がわかるかもしれないぞ。そうそう、それそれ。キノコばっかり見てると思いきや、ちゃんと考えてるなんて。ギャップ萌えだろ。はい、我看到炖蟹了。哇，炖蟹好老哦。炖蟹我记得怕雷。爪爪，哇，240。看起来这个很力量哦，所以我们用速度吧。干，技巧，凑嘛。哦，他竟然还没死哦。
哇，太强了吧！哎呦！好痛，六百。所以猎人的羁绊要到 level 3才可以用吗？感觉难用哎。然后等一下，我还要找沙龙。哎，压中。有生之年还可以看到那个牙种，其实都没人在乎。安安是谁在那睡觉啊？我来看看啊。嘿、欸、嘿，爹！我来找一颗什么金色的，好烂哦！啊！什么？黑轰！这个先不要惹他。我是觉得没有到不能赢哎。什么？我们测一下，测一下。现在我猎人造啊，哇，好帅哦！感觉都跟原版的差不多了。哎，有不一样。有比较痛哦。
败！不愧是最强生物。没事，你们要值得花一下，花在刀口上。哇！哇！十三枪！放倒他是一个选择。哇，打不赢，他太强了。啊，我的玻璃心。好痛哦，真的不是对手。嘟嘟嘟嘟嘟，我们不要魔物了，四个猎人，一人砍900就赢了。Mushroom, Mushroom。至少我们知道黑红龙可以在这边抓。嗨，黑红龙，没事，你就睡你的。沙龙我要抓一只，我需要做轰龙武器。至少还 miss 不烂。
看来是时候该跟红龙说拜拜了。你只是个过客了。哦，水龙诶！打背好了。哇靠，还暴击。哦，居然要吐息！是要 level 3才可以一起用。不想开太早。有股香味。どうしてガノトトスがあそこに現れたか。なんで現れたかなんて
ライダーさんはガノトトスじゃないしな。ガノトトスがここに現れたのには理由がある。モンスターと絆を結ぶライダーならわかると思うぜ。そんなこと言われてもな。それがわからないんじゃ、ライダーとしての力なんて証明できないんじゃねえの。ま、今にわかることだ。じゃ、次に行くぞ。まだあるのかよ。ああ。怎么这么多？你那洞穴里面应该还有其他存档点吧？噔噔噔，有没有计程车啊？兄ちゃん、結局ガノトトスが荒野に現れた理由って何だったんだ？それを今から確かめるんだろ。ガノトトスと砂漠に何かつながりがあるっていうのか？ごちゃごちゃ言うなって。モンスターの声に耳を傾ければわかることだ。モンスターの声？声って言っても聞こえるわけじゃないぞ。どうしてその場所にいて何が原因で暴れているのかを知るために、相手の考えていることをよーく見抜けって意味だ。ベドじいちゃんはそのモンスターの声を聞くことができたんだ。ベドじいちゃん？誰だそれ？ライダーさんのじいちゃんですごいライダーだった人だ。ライダーさんはレドじいちゃんの才能を受け継いでいるんだぞ。レドか。ま、なんだよ急に変な顔して。あ、レドってあのレドか。レドじいちゃんを知っているのか。看白痴的表情。ハンターの間では名の知れたライダーだ。你在说什么啊？ライダーさんのじいちゃん、やっぱりすげえんだな。そうか、あのレドの孫か。レドってやつにはモンスターの声が聞こえていたんだな。なおさら今のままではいられないよな。さあ、答え合わせに行くぞ。
居然没有任何的计程车哎。那等一下要打小心点。就打沙龙王，太烂了吧！我觉得他打人有点痛。没有音爆弹真的好烦哦，不行，完全没辙哎。什么？还有吐息？屁啦！他嘴炮还一颗球而已。看他表演，别再遁地了。啊，不错了。
哦，他有大绝了！哦，太神啦！荒野にガノトトスが現れたのはドスガレオスが理由だったのかもな。ああ。ガノトトスはドスガレオスに住みかを追われたんだろう。環境が変わらなければ人を襲うこともなくおとなしく暮らしていたはずだ。なんだかかわいそうだな。これも自然のあるべき姿だ。互いが生きるためには必要なことなんだ。生きるために必要なこと？住みかを追われるモンスターも捕食するものも生きるためにお互いの命をいただいているだけだ。それはこの世界の一部のことに過ぎない。みんな生きるためにやっていることなんだな。ああ、その通りだ。ハンターだって同じだ。人間が生きるためにハンターはモンスターを狩る。モンスターの命をいただいて生きているのはみんな同じなんだ。俺たちにできることはモンスターと向き合い、その先にある真実を見抜くこと。ハンターもライダーも協力し合えばきっと何かが見えてくるはずだ。ライダーはモンスターと絆を結ぶことができる。俺たち人間同士にできないはずはないと思う。あの大穴にもまだ何かが隠れてるかもしれないな。レウスの誤解を解くためにも原因を突き止めてやろうぜ。じゃ、支部に戻るとするか。兄ちゃん、ありがとうな。ライダーとハンターは仲良くなれないなんて言ってごめん。まあいいけどさ。傷ついたけどな。お詫びと言ってはあれだが、さっきライダーさんがとっておきのキノコを見つけたんだ。おお、よくやったな。さすがはレドの孫だ。请你吃。どれどれ。来试毒试毒。虫。お、言い忘れてたけど、兄ちゃんは虫がとっても苦手なんだ。哎，这颗蛋应该可以采吧？この手紙を開いているということは、託された任務に悩みを抱えている頃ではないかしら。レウスは研究所。誰？リリアを部隊長に任命したのは、諸子隊としての能力や判断を優先したからではありません。あなたがライダーとオトモンの絆について私たちより理解があるから。なぜレウスの居場所を研究所って、どこにあるの？
何かピンときてるの。急いで。うん？这个声线是高桥礼衣吗？どうすればいいのかわからなくなったら、あなたの目で見て感じたままに従ってください。部隊長、よろしいでしょうか？研究所でモンスターが暴れているとのことです。リリア、手こずってる件は解決したぞ。そう。リベルト、研究所へ向かって。研究所？おい、何があった？モンスターが現れて暴れ出したと報告があったの。ハンターたちを現場へ向かわせている。了解。待てよ、約束だろ。レウスを返してくれよ。ここにはいない。レウスは研究所にいるの。なんだって？リベルト、早く。こいつらはどうするんだ？リベルトと一緒に行って。レウスに何かあったら必ず止めてちょうだい。レウスが絆を結んだライダーはあなたしかいないんでしょ？サポートは頼んだわよ、ナビちゃん。ああ、分かったよ。俺たちに任せろ。ありがとう。いや、行ってくるわ。哇，这边好顺哦。这难道是三十帧？那个 Switch 终于可以喘口气了。啊！啊！好臭！这么多，もうすごいわ。ありがとう。ありがとう。研究所在这么远，游戏是不是变顺了？哦，像这种小小地图才会变顺。哦，欸，谁啥？不知道是哪一颗，应该是鱼龙吧？
看这个颜色。啊，鸟笼。哎、欸，我以为我吵到他嘞。来了，我来叫醒你。哎，叫哎，吓到了吧？女子隊の研究所はこの先だ。急ごうぜ。待て。モンスターの気配だ。先に行かせるわけにはいかない。なんだよお前。我々の邪魔はさせない。わお。よくわからないが、あいつを倒さないと先へは進めないみたいだ。屁啦！